どうも、ヤカオチ天文チャンネルです。10月29日同時発売のドリームファイブとキングクリームソーダの CD フラゲしました。ゲラゲラポー。初回生産版にはオリジナルメダルが付属してます。ではまずドリームファイブのダンダンドゥビズバーから開封します。これにはブリー隊長のメダルが付属してます。ダンダンドゥビドゥバーは妖怪体操第1に続くアニメのエンディングになってます。左が CD に付属してたブリー隊長で、右が妖怪メダルゼロのブリー隊長です。まず通常のブリー隊長から音声確認します。勇ましい召喚であります。ブリー隊長ビクトリオン。そして CD のブリー隊長召喚ソングも確認しましょうか。おっと、召喚の構え。ジャ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 。勇ましい召喚であります。ブリー隊長、おうちにさ。違いますね、やっぱり。ブリー隊長。CD のケース開けるとこんな感じです。ディスク1枚目が CD になってて、ディスク2枚目が DVD になってます。続いて、元祖 OP の祭り囃子でゲラゲラっぽうの CD 開封します。これにはコマさんのオリジナルメダルが付属してます。こちらです。コマさん、もんげかわいずら。右がゲラボプラスに付属してたホロのコマさんメダルです。ではまず、ホロのコマさんメダルから。続いて CD に付属のコマさん。ニョロロン召喚であります。リュウくん。リュウくんって言いましたね。もう一回セットします。ミキ召喚であります。コマさんゲラゲラゲラポーズだ。かわいい。CD のケース開けるとこんな感じです。ディスク1枚目が CD になってて、2枚目が DVD になってます。歌詞カードはこんな感じです。左が祭り囃子でゲラゲラポー、右が初恋峠でゲラゲラポー。よく見ると CD の方、祭り囃子でゲラゲラポーと初恋峠でゲラゲラポー両バージョン入ってます。DVD は祭り囃子でゲラゲラポーだけになってます。マジでか。ラスト、本家 OP の初恋峠でゲラゲラポー開封します。これには駒次郎のオリジナルメダルが付属してます。開封しました。こちらです。早速、音声確認します。面白いですね。コマジロー。 CD のケース開けてみるとこんな感じです。左側にジバニャ寝てますね。で CD には薄くコマさんがプリントされてます。これも2枚目が DVD です。以上、今回はドリームファイブとキングクリームソーダの CD の紹介でした。